今回のお買い物は30アイテム税込み8505円です。6人家族業務スーパーまとめ買いの購入品を今回もサクッと駆け足でご紹介します。冷凍薄焼き瓶税込み408円です。台湾の屋台で人気な B 級グルメの薄焼き瓶です。業務スーパーの中でもお気に入りの商品で何度もリピートをして購入をしています。内容量は全部で 600g、 パッケージには5枚のネギ入り薄焼き瓶が入っています。食べ方はフライパンで焼くかオーブントースターで焼くか2パターンから選べるようになっているんですが、我が家は簡単にトースターで焼いて食べています。フライパンで焼くより外側がパリッと仕上がりますし、凍ったまま5分焼くだけで簡単なのでトースター調理がとてもおすすめです。原産国は台湾、賞味期限は購入日より6ヶ月ありました。一人の時のお昼などでも重宝していて、薄い生地になっているのでベーコンやチーズなどをくるっと巻いて食べたり、そのままブラックペッパーをたっぷりかけて食べています。とても手軽に食べれて美味しいのですごくおすすめな商品です。チーズポテト税込み321円です。今日はハッシュポテトを買おうと思って行ってたんですが、品切れで買えなかったので代わりにこちらのチーズポテトを購入してきました。原産国はベルギー、内容量は 500g、ハッシュポテトにチーズが練り込まれた商品で、油で揚げるだけではなくトースターで簡単に調理することも可能です。使用されているジャガイモは遺伝子組み換えではないとの記載もありました。開封して数えてみると三角の形をしたハッシュポテトが17個入っていました。食べてみるとチーズのお味は風味程度だったんですが、ホクホクのジャガイモで美味しかったです。塩味も強くないのでケチャップとの相性も良かったです。賞味期限は購入日より1年8ヶ月ととても長くありました。大きさは小ぶりで、一辺の長さは一番長いところが6センチ程度、お弁当などにも使いやすい大きさです。トースターで手軽に焼いて食べることも可能なので朝食やちょっとしたおやつにも使えますし、子供たちも喜んで食べていました。冷凍ドライカレー税込み516円です。時々購入をしている冷凍ピラフのシリーズで、今回はドライカレーを購入してきました。こちらはとっても大容量サイズで全部で 1kg も入っていて、お味も香りもスパイシーで結構スパイスを強く感じることができます。そのまま食べるのも美味しいんですが、我が家はドリアのライスとして使用したり、ライスコロッケとして食べたり、結構アレンジをして食べることが多いです。また冷凍庫にストックがあるとお休みの日のお昼などで簡単に使えてあると便利で、すごく助かっています。賞味期限は購入日より10ヶ月ちょっとありました。今回はカレーのチキンレッグを購入していたので、そちらと一緒に食べようと思っています。冷凍刻み玉ねぎ税込み127円です。最近価格が高騰している玉ねぎ、冷凍の玉ねぎは価格が安定しているので、今回は冷凍の刻み玉ねぎを購入してきました。原産国は中国で、内容量は全部で 500g、 賞味期限は購入日より1年9ヶ月ほどあります。冷凍野菜は価格が安定しており、お料理の時短にもなるので時々購入をして使い分けて使用をしています。鳥屋さんのチキンカツ税込み537円です。こちらは業務スーパーの冷凍食品には数少ない国産鶏を使用されたチキンカツになります。全部で 1kg 入った大きなパックになっていて、税込み537円とコスパがすごくよく、品切れになっていることも多いんですが、今回は購入できました。調理方法は凍ったまま170度の油で5分程度揚げて食べるようになっています。使用されている鶏肉も国産鶏で安心ですし、柔らかい胸肉という感じです。大きさは小ぶりで大きなチキンカツではないんですが、カレーのトッピングやチキンカツ丼で使ったり、お弁当に入れるにはちょうど良いサイズ感で使い勝手がとてもいいです。賞味期限は購入日より11ヶ月ありました。厚みも薄めで少量の油で揚げることもできますし、あると便利なフライ物でおすすめです。レンコン軟骨入りつくね団子税込み257円です。こちらも何度もリピートをして購入をしているつくね団子です。つくねのお味はあっさりとしているんですが、レンコンと軟骨の食感がプラスされていて気に入っています。炒め物はもちろんお鍋やスープなどでも使えますし、お味があっさりしている分いろんな味付けがしやすくてとても重宝しています。炒め物で使う場合は冷凍のまま使うと中心部分がまだ冷たく中まで火が通りにくいので、軽くレンジ加熱で解凍して使うのがおすすめです。原産国は
は中国、内容量は 500g、 賞味期限は購入日より1年1ヶ月ありました。冷凍ポテト税込み300円です。前回初めて購入をしていた冷凍ポテト、使い勝手がとても良かったのでまた購入をしてきました。乱切りカットにして茹でられたポテトを急速冷凍した商品で、内容量は 1kg もあります。カレーやシチューの具材として凍ったまま使用することもできますし、レンジ加熱後に潰してポテトサラダやマッシュポテトにも使えて本当に使い勝手が良かったです。煮込むと食感は若干柔らかめにはなるんですが、時短で仕上げたい時にはあると便利な商品です。使い方次第ではいろいろアレンジも効くので、今回は簡単なコロッケにも使ってみようと思っています。賞味期限は購入日より1年9ヶ月ととても長くありました。また加熱の必要があるとの記載もあり、自然解凍で使用することはできないみたいです。ウエストゴールド有塩バター税込み840円です。冷凍庫に必ずストックをしているほどリピート購入をしているウエストゴールドの有塩バターです。原産国はニュージーランドで、内容量は 454g。 グラスフェッドバターといって牧草のみを食べて育てられた牛の生乳で作られたバターで、品質もいいですし、お味もさっぱりとしていて、お料理でもすごく使いやすくて気に入っています。賞味期限は購入日より3ヶ月ほどありました。スモークチキンスライス税込み999円です。こちらは国産の若鶏胸肉を使用して作られたスモークチキンが 1kg も入っていて、お値段は税込みの999円。とてもコスパがよく時々購入をしています。すでにスライスまでしてくれているので、カットする手間もかからず本当に使い勝手がいいです。スモークされて火が通っているのでパンに挟んだりサラダのトッピングとしてそのままでも使えるんですが、チキンライスや親子丼などでお肉の代わりとして使うこともできます。賞味期限はいつも購入日より10日ぐらいあるんですが、今日購入したパックは6日と短めでした。 1kg と大容量のパックになるので食べきれない場合は冷凍保存をすることも可能です。スパイシーカレーチキンレッグ税込み321円です。今回冷凍のドライカレーにかけて食べようと思って2パック購入してきました。1パックには特製のカレーソースで煮込まれた骨付きのチキンレッグがソース付きで2本入っています。じっくり煮込まれているのでチキンがホロホロで柔らかく、骨離れもいいのでスプーンでも食べやすいですし、ソースも結構スパイシーで美味しいです。ただ小さなお子さんには少し辛いかもしれないです。白いご飯にそのままかけて食べると少しソースの量が物足りない感じがするので、我が家はドライカレーやピラフのライスにかけて食べているんですが、そうやって食べても1人前300円弱で手軽に食べれるので、外食するよりもコスパが良く、ちょっと楽したい日の夕飯などで大活躍しています。賞味期限は購入日より2ヶ月弱と長めで日持ちもしますし、湯煎で温めるかレンジ加熱で手軽に食べれてすごくおすすめです。ねじりこんにゃく税込み180円です。糸こんにゃくを束にして作られたねじりこんにゃく、煮物で使うと味しみが良いのでよく購入をしているんですが、こちらのパックはすごく大容量で 720g も入っていて、税込みの180円とすごくお安く、煮物のボリュームも出てコスパがいいのでまた購入をしてきました。賞味期限は購入日より1ヶ月ちょっとあり、使われているこんにゃく芋などは国産になっています。糸こんにゃくを結束しているので食感も良く、煮物にすごくおすすめなこんにゃくです。白糸こんにゃく税込み79円です。ダイエット中の娘が麺類の代わりに糸こんにゃくを食べているので、今回も2パック購入をしてきました。原材料は国産、内容量は 200g で、賞味期限は購入日より1ヶ月半ほどあります。カロリーは 100g あたり 6kcal なので、ダイエット麺に比べるとカロリーはあるんですが、やはり糸こんにゃくの方が食べやすいみたいで、最近は糸こんにゃくをリピート購入しています。とろけるスライスチーズ税込み213円です。とろけるチーズはピザチーズのようにシュレット状のものをよく購入しているんですが、トーストなどではトースターが汚れにくいようにスライス状のチーズを時々購入していて、1枚あたり税込みの 14.2 円とすごくコスパがいいので業務スーパーで購入するようにしています。未開封ですと賞味期限は購入日より半年と長いので、まとめ買いもしやすくておすすめです。ふんわりはんぺん税込み105円です。はんぺんは1種類しか店頭に並んでいなくて、こちらを2パック購入してきました。塩分 40% カットの減塩で脂肪はゼロ、1枚あたりの内容量は 90g、 賞味期限は購入日より1週間ありました。使われているお魚はアメリカ産のものが使用されているみたいです。今回は春巻きの具として使おうと思って購入をしました。ということで一緒に春巻きの皮も購入してきました。春巻き皮税込み105円です。半生タイプの春巻き皮10枚で税込みの105円、コスパがいいので残り物のリメイクや節約料理でも使いやすくて時々購入をしています。賞味期限は購入日より1週間ありました。包む具材もその時々でいろいろ変えているんですが、今回ははんぺんを使って作ろうと思っています。
ダーラピー税込み213円です。店頭で見かけてすごく気になったので初めて購入をしてみました。よく見かける緑豆などの細い春雨とは違って、バレーショデンプンで作られた平べったい形をした春雨になります。バレーショデンプンと聞くとマロニーなどと一緒なので、もちっと弾力のある食感があるみたいです。原産国は中国で、内容量は 300g、 鍋やスープ、炒め物などでもいろいろ使えるみたいです。早速炒め物で食べてみたんですが、食感がもちっとしていて弾力も強くて、平べったい形がソースとも絡みやすく、すぐにハマってしまいました。本当にしっかりコシがあって弾力が強いので、お鍋やスープに入れても煮崩れしにくい感じで、茹で時間は15分から20分と長めではあるんですが、こちらはリピート購入確定の商品になります。賞味期限は購入日より1年7ヶ月とすごく長いです。お弁当や朝食用によく購入をしている商品です。今回も2種類購入をしてきました。鶏そぼろ税込み159円です。お味は甘辛醤油味の鶏そぼろで、粗挽きの鶏肉が使用されているんですが、刻まれたごぼう、人参、生姜なんかも入っていて、しっかりとした味付けで飽きがこない感じが気に入っているんですが、結構生姜の香りが強めなので、生姜が苦手な方はもしかしたら微妙かもしれません。カルシウムプラス鮭フレーク税込み213円です。続いては中骨まで丸ごとフレークされているので、カルシウムも一緒に摂ることができる鮭フレーク、内容量 160g で税込みの213円とコスパがいいのでよく購入をしています。2つの商品ともに国内製造の商品になっていて、賞味期限は購入日よりそれぞれ5ヶ月弱ありました。内容量も多めですし、コスパが良くてとてもおすすめです。ローストパン粉税込み95円です。今回ストックがなくなっていたので購入をしてきました。内容量 330g も入ったバッグで、お値段もお安いのでなくなるとリピート購入をしています。ちょっと前までパン粉は開封後も常温保存をしていたんですが、開封後は要冷蔵の記載があることに気づき、驚いてここ1年くらいは必ず冷蔵庫で保存するようにしました。たっぷりミートソース税込み84円です。パウチタイプのミートソースの中でもボリュームがあり、1パックあたりの内容量が 285g も入っていて、お値段も税込みの84円とすごくコスパがいいので時々購入をしているミートソース、このままだとちょっと物足りないので具材を足す形でベースとして使用をしています。賞味期限は購入日より1年5ヶ月もありました。こちらは 2,3 人前の記載がありますが、具材を足すと1パックで5人前もできるので2回分として2パックの購入です。フライドガーリック税込み192円です。フライドガーリックは食感をプラスしたい時やちょっとしたソテーなどでも簡単に使用できて便利なんですが、自分で作るとなると一気に油がダメになってしまったりなかなか面倒なので、今回店頭で見つけて購入をしてみました。内容量は 100g も入っていて、お値段も税込みの192円ととても手頃な価格でした。パッケージの小窓から見た感じ、グツグツになったものが多いのかなとも思ったんですが、パッケージを実際に開封してみると中身は意外と大きめのスライスもたくさん入っていました。原産国は中国、賞味期限は購入日より7ヶ月ありました。お料理にかけるだけで美味しさも増しますし、見た目もすごく良くなるので手軽に使えるアイテムでおすすめです。顆粒ガロスープ税込み612円です。中華スープのベースだけではなく、チャーハンやナムル、いろんなお料理の味付けで結構使用頻度が高いガラスープ、ちょこちょこ買い足すのが面倒なので大容量パックを購入して容器に詰め替えて使用しています。内容量は 300g で、賞味期限は購入日より1年10ヶ月弱ありました。チャック付きのアルミ袋になっており、開封後も冷暗所で常温保存の商品になります。片栗粉税込み77円です。片栗粉もストックが減ってきていたので購入をしてきました。可もなく不可もなくごく普通の片栗粉なんですが、お値段比較などで参考にされてください。原産国はドイツ、内容量は 300g で、賞味期限は購入日より1年11ヶ月ありました。一味激辛スパイス税込み84円です。こちらは辛いもの好きの主人のチョイスでいつの間にかカートに入っていました。一般的な一味唐辛子にハバネロをプラスした激辛スパイスになります。原材料の赤唐辛子は中国産、内容量は 13g で、賞味期限は購入日より1年5ヶ月ほどありました。早速主人が唐揚げにかけて食べていたんですが、結構パンチのある辛さだったみたいで満足していました。辛さをちょい足したい時などにおすすめです。みつかん簡単酢税込み513円です。酢の物や寿司酢として、またいろんなお料理で使えてとっても便利なんですが、我が家は簡単酢でつけるピクルスが定番で、手軽で美味しいので気に入って購入をしています。これから暑くなるシーズンは消費が早いのでストック用に購入をしてきました。賞味期限は購入日より9ヶ月ほどありました。お好きなお野菜を簡単酢、ローリエ、ブラックペッパーで漬け込むだけで美味しいピクルスが作れておすすめです。
大分県産ニラ税込み430円です。こちらはお得用のパックだったんですが、なんと10束も入って税込みの430円、1束あたりも43円とすごくお安かったので即カートに入れました。傷んだものっていうわけでもなく状態もすごく良かったです。ニラは傷みも早いので10束はすごい量にはなるんですが、栄養価も高いお野菜なので、この後ニラ料理をいろいろ作っていこうと思います。チャキチャキ。